日本に独特の道というのに空手も入るんだと。ほらまさしく師範の志の始祖でも現れるでしょ。でもそうじゃなくて空手に出会いました。こういう言葉にも出会いました。あの戦いというのは一番人間がやる野蛮な行為でしょ。野蛮なことですよ。実は争い事とか戦うということは良くないことですよ。野蛮なことですよ。そこだけど、でもそれがその場面になると一番その人が出るでしょ。組み手の時だからセラもほら昇級審査や競技大会でさ、まあ見るじゃない、組み手を。そうすると、あ、この人はこういう方なのかなっていうのが出ない。どう？わかります。わかる。どういう感じ？やっぱり奥手な人は積極的に技を出せなかったり、うん、逆に普段から積極的な方は技も積極的に出す方が多いと思います、うんうんうん、そういう、だからそうすると積極的な方だけがいいように思っちゃうでしょ。そうじゃなくて、なんかイケイケの人は結構荒いんだよね。もうガンガンってこう、なんていうかな、感情に任せてこういくから、ちょっと感情をコントロールしましょうか。一番野蛮な行為なんだから、感情に支配されると結構勝てちゃう時もあるけど、その勝ちは自分をちゃんと作っていく、欠点を埋めていくという意味では勝ちではないよね。その人は感情的になることや、自分がくっちゃくちゃになってしまうことをちゃんと、収めていく。だけど、今言ったみたいに気遅れすると、いざという時に力が発揮できないという、これは戦いというのが一番苦しいことも恐怖も、ね、具体的なほらスポーツでも苦しいことはあるけども、具体的に闘争ということで相手が襲ってくる場面というのが一番自分の心や体に嬉しい。そういう中で今度は気遅れするところをちゃんと力を発揮できるというね。でそういうような心と体を作っていくということが非常にこう武道であるということがね、深い意味だなっていうかメリットだなと思うよね。そして師範は武道の空手に出会いました、ね、そして、まあ、競技もたくさんやりました、ね、その上で、北海は、いわゆるこういうことをね、皆さんに武道そして空手をね、空手でこういうことを学んでいただきたいなというふうな願いを込めて今空手道具から活動しているということなんだね。そこでセラも育ってきたわけだ。でも弟子になって、これから師範のこの理念をセラがやっぱり受け継いでいくわけだね。そのことについてはどうですか？師範の、師範も先人の方からの教えをこうして受け継がれていて、その師範から私も技もそうですし、気持ちも人としての成長も身につけることがこれからも今もできているので、これからもすごい楽しみです。はい、ね、これから頑張ってもらわなきゃいけないからね。そして船越先生、これね、松濤館流祖ね、船越義知先生のっていうこと、松濤館流っていうね、本土に渡られたのが多分54歳の時、大正時代ですね。本土に空手を紹介されて、そして松濤館流っていうのをまあ最初は、流ってついてたかどうか、松濤館という空手の道場を作られたのはもう確かね70代になるわけだと思うんですね。ここに詳しく書いてあるじゃないですかね。はい、松濤館流祖船越義知先生は明治元年10月10日に沖縄県那覇市首里に生まれた。そして松濤というね別名を持って見えたということですね。そしてここにね、このあざと安光先生、意図す安光先生というこの方はまた空手でも空手の歴史の中でも本当にね特筆すべきこうお二方。この意図す安光先生という方はまあ、セラもああっていう方なんですけど、さてどういう先生でしょう、伊藤さんの先生。教えてないもんね。教えてないというか、あ、聞いたらああって言うと思うけど、まあじゃあこうなんかどういう方だと思います、この伊藤さん先生。セラにも非常にもう接してる、普段
びっくりしたでしょ、飯田さん高先生に接してるの私も接してるんだなこれが。例えばお写真が道場にあるとかね、そういうことを思い出してみるとそうでもないなと。おおすごいすごい、接しているんです。さあ何だと思います？接している、そう、非常に身近に接している、身近に接している、身近に、分かんないね、想像つかないね。ああって言うと思う、確かにって。なんとピンアンの型を作ったのはこの糸津安光先生。接してるだろう、接してるどころか体に入ってる。そうです、ね、そう、この糸津安光先生の回でね、また糸津安光先生の功績に関しては詳しくお伝えしたいと思うんですが、この糸津安光先生も実は学校教育に沖縄のに空手を入れた一番最初の方です。だから教育者、そして船越義珍先生がその意思を継いで本土でも今度は教育の現場に空手を普及させようという方だから、師の志を継いでるということで、ねえ、やっぱりこうやって沖縄の教育界から今度は本土に渡った船越先生が本土でも教育に空手を入れるというこの志のこのつながりがこの糸津先生と船越先生の間にあるわけですね。このあざと安光先生という方は役人の方なので、首里城の役人の方なので、この方も達人中の達人で、技術的には非常に船越先生に大きな影響を与えられた先生だと言われているんですね。すごいでしょ、ここだけの2分だけでもものすごい、もうなんか空手の歴史にね圧倒されるでしょう、ね、さあそして、まあ、今ここにもね書いてあるんですけど、もともと空手というのは刀でといってね、刀っていうと中国、そう、これさっきお前飛行機の唐揚げばっかりだったって言ってたじゃん、まあ、そう、唐揚げっていうことは刀の、だから中国揚げってことですよね、中華料理から来てる、でだから刀、まあ遣唐使船の刀とかね、その刀、刀手っていうのは実は刀は中国です、手は武術とかっていう、そういう沖縄ではね、そういうふうに、そうするとほら中国武術と沖縄ではその刀でっていうでいたんですよ。それをまあ唐揚げの唐、唐草模様の唐ということで、ほら空手になっていったんですけど、さあそこからその空手というものが本土に行きました。まあ、ここからね、空手というのは首里手、那覇手、泊まり手と、これ三大、まあ、流れがあるんですけど、それはまた機会お話ししますけど、さあこの空手というふうに名乗って、まあその読み方を空手というふうにしました。さあその空手を、空手にこの文字をまた当てて、後に空手道と道にしたと。ほら、道ありませんかという本を誰かが書いてるじゃないですか。誰ですか？師範です。あ、そうですね。で、空手の道っていう、ほら、道っていうのは書道とか茶道とか、日本に独特の道というのに空手も入るんだと。ほら、まさしく師範の志の始祖でも現れるでしょ、ね、そしてこの空という字、ね、か、まあ、確かに空手というのは武器術もあるけど、主にこう素手で、ね、空っぽの手で、だから素手でこうやる武術という意味でもあるんですけど、実は全てを熱い方も胃に託して。